みんな、こんにちは。私は時空戦士イバライガー。平和を愛する思いが生んだ茨城のヒーローだ。2019年に茨城県で第74回国民体育大会が開催される。守谷市、常総市、坂東市ではハンドボール競技が行われるぞ。全国から来る皆さんを精一杯おもてなしをして、茨城の良いところをたくさん知ってもらうぞ。イバライガーは茨城国体を応援します。